夢叶えるプロジェクトとは、ミュージシャン、作曲家、ダンサー、クリエイターなど夢を叶えたい人と、 YouTuber、サポーターなど夢を応援したい人が集まり、発信し交流し応援し合う社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべく応援していくのがこの番組。先生の夢かなラジオ。こんばんは、ターナーこと田中直人です。全国のコミュニティ FM を結んでお送りするターナー先生の夢かなラジオ。この番組はボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーと、夢かなえるで夢を叶えるために頑張っている素敵な仲間たちでお届けする、みんなの夢を応援し交流する社会貢献ラジオです。今日も始まりました。そして本日はこの方と一緒にお送りしていきます。皆さんこんばんは、夢叶える事務局の南です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、南ちゃんは事務局として夢叶登録アーティストのライブにたくさん行かれてるっていう風に聞いたんですけど、そこはどんな感じですか？はい、そうなんですよ。あの、夢叶える本当にたくさんのアーティストさんに登録していただいてるんですけど、はい、皆さんは本当にライブとかすごい精力的に活動されていまして、うんうん、で私も本当に先月も今月もライブの方にお邪魔させていただいてるんですけれども、はい、実際このラジオにも遊びに来てくださったシュビドゥビジギーさんとか、うんうんうん、シュビドゥビジギーさんはそのカントリーっていう、うん、あのカントリーミュージックっていう特徴を持ってらっしゃるアーティストさんで、なのでそのカントリー×アイリッシュみたいな、なんかもうそのツーバンドのそうツーマンみたいな感じで、なんかもうすごい雰囲気があって、いいね、はい、もうすごい心地いい空間にさせていただいて、であとはこう満腹さんもラジオ出演いただいたんですけど、うん、満腹さんはなんとホールでワンマンをされておりまして、うん、あーすごい、はい、もうそれがあの一番直近行かせていただいたライブなんですけど、もうめちゃくちゃ感動しました、うん、本当になんかもうバンドの温かさもそうなんですけど、そこに集まってるお客さんの温かさも伝わってくるような感じで、うん、みんなでね作り上げるからね、はい、なんかこうホールって結構なかなかないんですけど、うん、やっぱりそういうライブもいいなって思わせていただきましたし、まあ、もちろん本当にライブハウスに行かせていただくことがあの一番多いんですけど、やっぱライブハウスで爆音で音を浴びるっていうのをこう定期的にさせていただけてるのは、本当に私としてもめちゃくちゃあの元気が出ます。っていうことは、夢叶えるに登録するとこう事務局の人たちがライブとかを盛り上げてくれるっていう感じですかね？そうですね、事務局長が行ったり私とか、まあ、別のスタッフが行ったり、本当にみんなライブに行かせていただくこともすごい楽しみにして、ぜひ一緒に盛り上げていけたらなって思ってます。はい、そうしましたらぜひ皆さんね、夢叶えるに登録していただきたいと思います。詳細は夢叶える公式ホームページや SNS をチェックしてください。さあ、この後は夢叶えるで夢を叶えるために頑張っている素敵な仲間を紹介します。今日はどんなアーティストが登場するんでしょうか？お楽しみに。ターナー先生の夢叶ラジオ。ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているターナー先生の夢叶ラジオ。今週は夢叶える事務局の南さんと一緒にお送りしています。改めてよろしくお願いします。さあ、今週も夢叶えるの素敵な仲間、夢叶えるフレンズに登場してもらいましょう。この方です。皆さんこんばんは、サーカス生の物件ベースボーカル田中くるみです。はい、そしてこんばんは、私がサーカス生の物件ギターボーカル山田博道でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。声でかすぎるんですけど、どうにかしてください。さっきこれは皆さん、はい、さっきもめちゃくちゃこのマイクのバランス調整にお時間をいただきまして、はい、我々声がでかいんですよ。いやーもういやーすごい、大丈夫ですかねこれ、放送できますかね？まさかの、はい、まさかの音量で引っかかってしまう。コンプラを気にしてたら音量の方で引っかかってしまう。そこまでの話じゃなかったのすごい。田中くるみさんと山田博道さんはサーカス船のブッケというバンドをされてますよね。ブッケでございます。パピプのプー、サーカス船のプッケ、はい、プッケでやらせてもらいます。これはとにかく声が大きいバンドってことでいいんですかね？まあそれに関してはそうでございます。声がでかいバンドということで、はい。
どんなバンドか教えてもらってもいいですか？はい。我々ですね、2021年の10月に、指導いたしました祝杯カーニバルバンドを名乗っております。はい。どん底初、楽園行きの、クルーズ船と名乗っております。はい。この田中くるみと山田博道の2人で、その他のメンバーはサポートメンバーを迎えて、都内を中心にライブ活動をしております。くるみさんとひろみちさんの個人の自己紹介もいただいていいですか？はい、では私から、田中くるみと申します。もともとギターボーカルをやっていたのですが、22、23歳の時ぐらいからベースを始めまして、ベースボーカルで活動しております。埼玉県出身、埼玉県在住、遥か彼方市に、はい、遥か彼方市からここにやってまいりました。都内の皆様よろしくお願いいたします。選挙活動ですかね。東京から見て遥か彼方市、遥か彼方市ですね。はい、まあ東京というよりも一応全国の人がね聞いていただいてますんで、はい、全国へのメッセージもお願いできますか？そうですね、全国の皆様ぜひ埼玉のことをダ埼玉など言わず、はい、愛していただければなと思います。私はそこに住んでおります。多分きっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。きっと全国の方から見ても埼玉県の遥か彼方市だと思いますので。そうですね。わ、はい、かりました。ひろみちさんも自己紹介お願いします。はい、山田ひろみちと申します。私は東京都狛江市生まれ、東京都狛江市育ち、生粋の狛江っ子でございます。ずっと、13年ぐらいランチキラットというバンドをやってたんですが、そこが解散をして、まあ、コロナ禍で一度どん底だった時にですね、この田中くるみが、ちょっと一から私とバンドを、始めてみませんかと声をかけて、もらったのがきっかけで、今このサーカス船のプッケという船に、乗船をしております。好きなものは酒でございます。よろしくお願いします。今日もかなりやられてるって聞いたんですけど、どうですか？いや、今日はですね、まだ飲んでないんです。飲んでないんです。この後じゃあ終わった瞬間打ち上げがあるってことですね。さようでございます。すぐにすぐにすぐにでも、はい、一緒に乾杯したいなと思ってます。もうなんなら今日も、はい、今日も飲んでから来ればよかったとすごい後悔。そうですよ。そうなんです。すごい、もう完全に2人で番組やった方がいいですね、これね。いや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 、そうですね。だからやってますよね、番組やってますよね。やってないです、やってないです。やってないです。お邪魔してます感じですね。お二人の番組にお邪魔していただいております。やってる人のノリって感じ。いやいやいや、みなみちゃんはさ、このバンド、はい、サーカス船のプッケについてどんな印象ですか？はい、サーカス船のプッケさん、夢叶えるミュージックビデオコンテストボリューム4に、はいはい、ミュージックビデオ、ご応募いただきまして、はいはい、そこで見させていただいたんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう楽曲聴いた時点から本当に何だろう、パワフルで可愛らしいキラキラした印象がありまして、でもちょっと本当にその何倍何億倍と言いますか、もうなんか今日出会った瞬間からずっと笑顔でいさせていただいてるんですけど、もう二人のパワーがすごすぎて、今日これからねたくさんもっとお話させていただけるのすごい楽しみです。ありがとうございます。パワー系だそうです。はい、それでパワー系バンド。それではね、まずはね、はい、そのサーカス船のプッケの曲聴いてもらいたいと思います。曲紹介をお願いします。ミュージックビデオコンテストに参加させていただいた、我々が結成当初からやっている楽曲で、ミュージックビデオもちょうど1年前の今頃凍えながら撮った、はい、とってもとっても大切な曲でございます。聴いてください。サーカス船のプッケで星泥棒に次ぐ。寂しがりたちが泣いたりしない。
き。お届けしましたのはサーカス船のプッケ、星泥棒に次ぐです。いやー、なんかドキドキしましたね。みなみちゃんどうですか？はい、いやー、もう本当になんていうんですかね、キラキラしててすっごい可愛い曲だなって思うのに、うん、星泥棒っていう遊び心もちゃんと入ってて、うん、いやなんかこれまあ、ミュージックビデオコンテストご応募いただいたんで、ミュージックビデオも可愛いのですごいそっちも見ていただきたいんですけど、はい、なんかこう星を盗んだとか懲役100光年とか、はい、で今夜プラネタリウムに穴を開けて溢れ出した流星群と逃げよう逃げよう逃げよう、はい、もう逃げるって感じですよね一緒に逃げるってもう聞きながら思ってます。わー、嬉しい、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかこれ2人で喋るともううわーってなんか レフトとライトからステレオからブワーンってきますよ、ね、圧が圧が。すいません、交互に喋ってこか。確かにそうだね、うん、そうそうしてこか。いやいやいや力を合わせると大変なことになっちゃう。そのパワーがねこのバンドのなんか良さなのかなって気はしました。ありがとうございます。さあ今週はサーカス船のプッケのベースボーカル田中くるみさん、ギターボーカル山田博道さんをゲストにお招きしています。普段はどんな活動されてるんですか？普段はですね、まあ、都内のライブハウスを中心に、はい、活動もう地道にライブ活動をしているんですが、うんうん、まあそれ以外にも、まあ、ツイキャスを使って、はい、乾杯配信を乾杯配信をしたりですとか、あとそれと X、旧ツイッター上でですね、毎日交互にお酒を飲んで乾杯をする動画を上げていまして、はい、毎日飲酒動画を、はい、これがシラフじゃ無理でしたっていうものなんですけれども、はい、2022年の1月1日から始めて、はい、今年で、そう今の段階でもう、700日を超えたところでございます、はい、なんで年末で730日になる。そうだね、そうそうそう、ように頑張って数えながら毎日交互にお酒を飲んでいる、動画を投稿しております。はい、はい、っていうか今僕もツイッターちょっと気になっちゃったんですぐフォローしたんですけど、ありがとうございます。すごいなんか最高ですねこの動画やばすぎですね。ですよ、その動画投稿を始めてからその初めて対バンする方、うん、バンドさんだったりとかに動画見たことありますとかシラフじゃ無理でしたというハッシュタグをつけて投稿してるんですけれども、うん、今日乾杯のやつ撮らないんですかとか僕映っていいですかとか言っていただけることが多くなってもう認知され始めたのがとっても嬉しいんですよね。そうなんです、はい、なんかこのまだ100日とか200日の時はなんか酒飲みたちがなんかやってないみたいな、そうやってんなみたいな、そのうち飽きんだろうみたいな感じだったんですけど、なんか500日超えたあたりからちょっときっと周りも正気の沙汰じゃないのかと思ってきたのかまだやってんだあれ、やばいそうなんですよ、やばいですよねいやなんかお二人ともすごい声いいんですけど、これもうツインボーカルというか二人ともボーカルなんですよね。はい、そうです、そうですね、基本的には田中くるみがメインなんですけど、まあ、僕も歌ったりします、はい、どんな感じで入ってくるんですか？一曲まるまる僕の曲もあったりもするんですけど、はい、それ以外このシラフじゃ無理でしたって西動画の元になったシラフじゃ踊れないって曲があるんですけど、それとかはもう完全に、はい、交互に歌うような、そうですね、ツインボーカルで、はい、はい、そういう曲もあるんですね。はい、ちなみにまあね、結成からねこれまでのなんかターニングポイントとか大変だったこととか嬉しかったこととか何かありますか？そうですね、うん、ターニングポイントはやっぱりですね、今年フルアルバムを出したんですけれども、はい、もう去年1年間を まるまる、まあ、そのライブ活動をしながらそのフルアルバムの曲作りだったり、まあ、レコーディング作業に当ててその、まあ、サーカス船のプッケ始動から歴史を全て詰め込んだファーストフルアルバムが出せたことがやっぱり一個、はい、まあ、活動の中で一番嬉しかったことですね。はい、なるほど、じゃあまあそれも今日は聞けるということですかね、この後ね。そうですね、さっきの、星泥棒に次ぐも入ってますし、この後に、はい、聞いていただく曲 も、はい、曲も、もう収録されています、入ってます。わかりました。そんなサーカス船のプッケですが、夢叶えるプロジェクトについてはどのように知ったんでしょうか？あ、はい、応募したのが私田中くるみなんですけれども、何かこの今までやってこなかった活動、そのオーディションとかもバンドをずっと続けてきたけど受ける機会もなかったですし、やってみようと
いう気持ちはあったけど行動に起こせていない自分もいたので、サーカス船のプッケを山田博道と始めてずっと続けていきたいと私も思っているので、何かここで新しい風が欲しいと思った私は携帯を片手に仕事中応募させていただきました。はい、トイレに行く、祝杯のお仕事中に、そうですね、もうトイレに行くふりをして、はい、もううわーって調べた中で、やっぱりあのゆべかなえるさんがいろんな会社の応募広告見させてもらったんですけれども、一番目を引いたというか、あのいろんなアーティストさんがいらっしゃるのも見てたので、その一員に我々も入れてくれという気持ちでポチりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、いただきました、ありがとうございます。そしてこの夢叶えるプロジェクトに登録してみて何か変化ありましたか？そうですね、このあの何よりこのラジオに呼んでもらえたのがすごく結構びっくりしました。びっくりしました、本当に、はい、とても嬉しかったです。はい、なんかもう一番それ、今日が今一番このお、うん、変化やって思って、変化やって思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。南さん、サーカス船の物件に聞いてみたいことは何でしょうか？はい、そうですね、祝杯乾杯動画毎日続けてらっしゃるって言ってたじゃないですか、はい、なんか今日飲みたくないなみたいな、実はちょっとノンアルコールにしちゃおうみたいな日とかないんですか？そうですね、40度近く熱が出てたら、山田に私が頼んだりとか、すまない今日は無理だみたいな時はあるんですけど、それ以外だったら、いやもちろんなんか疲れてお家に帰ってきて、わ今日はちょっと酒やめとこうかな、私の番じゃないしなっていう時もあるんですけど、なんでだかこれは私にもわからないのですが、お風呂上がると缶ビールを開けている私がいるんです。あ、もう無意識で、はい、無意識でちょっと飲んでるので、ちょっと意識とは関係なく飲んでいる自分がちょっといるので、はい、何かしら問題はあるのかなとは思ってるんですけれども、はい、まあもういいかなと、祝杯がお仕事なんです。いいかなって思ってます。はい、そしたらここでそんなサーカス船のプッケの曲もう一曲聴いていきたいと思います。どの曲がいいでしょうか？はい、それではですね、もうあの我々がこのサーカス船のプッケというバンドを結成してこの活動するきっかけに、なった曲を聴いていただけたらと思います。サーカス船のプッケで、セルフタイトル曲サーカス船のプッケ。つないだ手を血潮が絡み合わせて一緒に行こう、そこら中を騒がせて So must go on、
お届けしましたのはサーカス船のプッケで、サーカス船のプッケでした。南さん感想いかがでしょうか。はい、この曲バンド名が曲名になってるってやっぱすっごい意味のある、ね、はい、楽曲だと思うんですけど、これすっごいもうライブで聴きたいって思いました。私嬉しい、嬉しい、もう夏フェスとか超似合いそうですよね。うわ嬉しい。なんか曲中にクラップが入ってるじゃないですか、はい、もうぜひ一緒に盛り上がりたい。クラップしながら一緒にやってほしい。ライブにお待ちしております。お待ちしております。ぜひぜひお願いします。はい、お願いします。そしてここでこの番組恒例の質問をさせてください。サーカス船のプッケが今後叶えたい夢は何ですか。はい、我々の叶えたい夢はロックインジャパンに出ることです。おー、イエーイ、打ち上げたね。そうですね、やはり学生時代に初めて茨城県のひたちなかで開催されていたロックインジャパンに遊びに行ったことがございまして、そこで見たアーティストさんたち、ずっとテレビの前で見てたアーティストさんだけど、なんだろう、やっと生で見れたっていう瞬間がありまして、その感動と私もあのステージに立ちたいっていう気持ちがすごく溢れ出てきて、私のずっとの目標であって、これからのサーカス船のプッケの夢です。ロックインジャパンに出たいです。あと個人的な私の夢と言いますか、野望と言いますか、願望と言いますか、私もお酒が大好きなのでビールの CM 女王を狙っております。皆様よろしくお願いします。どうか起用してやってください。田中くるみを誰よりも美味しそうに飲む自信があります。何杯でも飲めます。はい、それはツイッター見たら分かりますので、ぜひ皆さんツイッターをご覧いただけたらと思います。みなみちゃん、じゃあ、応援のエールをお願いします。はい、もうこんなね、一緒に喋らせていただいたこの数分でとっても元気をいただきました。そしてもちろんね、楽曲からも本当にパワーをいただいて、キラキラしていて、どん底にいる時に聴いたら楽園に行けるようなアーティストさんだと思っておりますので、ぜひぜひこれからも、飲酒動画と楽曲の方応援しております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そろそろお別れの時間になりました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？はい、我々来年ですね、1月17日の水曜日に新宿マープルというライブハウスで、サーカス船のプッケ主催の、カーニバルレッドボリューム3という、自主企画を行います、気心の知れたのんべえな仲間バンドとのスリーマンライブでたっぷり楽曲もやれるので、ぜひぜひ遊びに来てください。また、各種サブスクリプションサービスで、我々の、フルアルバムと、最新シングル厄払いのアッカンベが聴けるようになっておりますので、そちらもぜひぜひこの機会にサーカス船のプッケを知って一緒に楽しんでやってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今後もサーカス船のプッケの活躍期待してます。ということで、今週の夢叶えるフレンズはサーカス船のプッケの田中くるみさん、山田博道さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ハーナー先生の夢叶えラジオ。ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているターナー先生の夢叶ラジオ、ラストは夢叶えるミュージックビデオコンテストボリューム4で都市長井賞、夢叶えるバンド賞のダブル受賞を果たしたリナリーのイエスノーワルツを聞きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で X 検索していただいてフォローをお願いします。この番組の裏情報も見れちゃいます。そして夢かなテレビがむしゃら応援団シーズン2が夢かなえる公式 YouTube で全話配信されています。この番組では夢かなえるに登録しているバンドやアーティストの特集、ライブイベント、夢かなえるミュージックビデオコンテストの裏側の模様が見られます。番組 MC は元 AKB48 の松井咲子さんが務めてくれています。アーティスト活動に興味がある方、またアーティストを応援したいと思っているサポーターの皆様にも、ぜひぜひチェックしていただきたい番組となっております。詳細は夢叶える公式ホームページや SNS をチェックしてください。さあ、夢叶えるプロジェクトでは夢を叶えたい人と夢を応援したい人が集まり、発信し応援し合うプロジェクトです。あなたもぜひ参加してください。この時間のお相手はボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団ターナーと夢叶える事務局の南でした。
また来週、さようなら。落ちる感情にぶら下がってまた他人から借りた価値を利益と呼んだ。今では今